久保さん、まあ、僕もね、バカでしたね。中学校オール1でしたし、勉強してこなかったんで、バカですよ。だから逆に言うと、バカだったから、まあ今こういう生活できてるのかなと、普通の考え方、普通に生きてたら、今こんな生活してないですからね。バカでよかったと思いますね。で、まあ、久保さんもしかしたら知ってるかもしれないですけど、今日かな、朝倉未来さんとメイウェザーがこう対戦して、あとメイウェザーがね、TKO で買ったらしいんですよ。 で僕ちょっとその映像は見てないんですけどでメイウェーザーってまあ今回メイウェーザーなんだけども45歳らしいですねで僕もこのメイウェーザーのすげえ好きな言葉があってお前らが休んでる時俺は練習してるお前らが寝てる時俺は練習してるお前らが練習してる時当然俺も練習してるっていうフロイド・メイウェーザーのこのめちゃめちゃいい僕が好きな言葉で <laughs> もうとりあえず練習してると <laughs> すごいっすよねこれ,これはあのー、僕はねだからやっぱこの朝倉未来さん30らしいんですよで明媚さん45歳15歳年上ですよねで多分朝倉未来さんってまあ30でまあ20代ではないけどまあ油は乗ってる方だとは思うんですよ30ってでも45ってあれじゃないですか <laughs> もう結構、肉体的に結構きついっすよね。うーん。だメイウェザーすごいっすよね。うん。そう。45歳になって、この、すごくないっすか <laughs> うん。まあ、逆に言うと、このカードができる、朝倉未来さんもすごいとは思うんですよね。メイウェザーと対戦できる、このカードを作ったク来さんもすごいとは思うんだけども、 これで結果を出すメイウェザーもすげえなと思いますけどね45歳にして TKO 勝ちってすごいですよねうんまあやっぱこのこれじゃないですかお前らが休んでる時俺は練習してる <laughs> お前らが寝てる <laughs> まあとりあえず練習してると多分まあおそらくですよ朝倉未来さんも相当やってると思うんですけどみくるさんよりやってきたっていうまあ今もやってるのかちょっと分かんないですけど まあその培ってきた量がやっぱ違うんじゃないかなっていうのはやっぱその年齢から見ても分かりますよね普通無理ですよ多分普通 <laughs> 普通無,無理じゃないかな、うん、だってね朝倉未来さんも相当強いと思うんですけどそれを TKO で買っちゃうわけですからねすげえなっていううんいってらっしゃい